ヌサオニグモレイニアスイジュースモーディは、小柄なオニグモ類の一つで、小金グモかオニグモ属に含まれる。野外で普通に見られる種で、背中に黄色の半紋列があるのが特徴。形は小柄なオニグモの典型に近く、小さめの頭胸部と丸い腹部を持つ。体長は、メスで6.5から9ミリメートル、オスで4.5から5.5ミリメートル。頭胸部は、 黒褐色で、頭部は丸っこい。ふわしは黄色みを帯び、節ごとに末端部が黒くなっている。腹部は短い楕円型で、肩の突起などはない。腹部背面は黒の地色に白股は黄色の帯状の半紋がある。この半紋は個体変異があるが、小中線状と腹部側端に沿って両側に一体があり、いずれもその円が大きく荒い巨子状になっているため、 おおよそ方形がひし形の反紋が対角線上の頂点で繋がっているようにも見える。名前は腹部の反紋を締め飾りにつけるヌさに見立てたものである。湯原の蜘蛛の研究ではぬさ蜘蛛の名で収録されている。小型の垂直円膀を貼る。ほぼ目の高さから腰のあたりの高さの低木などの間に網を貼る。昼間も網の中央に折り、 やや足を縮めて止まっているのが見られるが、網の一端のこの葉を丸めた巣を作り、そこに潜むこともある。音によく反応し、網に止まっている雲に近寄って声をかけると、網を前後に細かく揺さぶる反応をしたり、糸を引いて下がったりするが、繰り返すと反応しなくなるよし。野外に普通で、緑の多い人里から山林にまで見られる。木陰に多いが、林園や草地にも出現する。 日本では本州から九州にかけてと伊豆諸島、それに薩南諸島から知られる。国外では韓国、中国から知られる。特になし。形の上では似たものは多いが、背面の反紋が独特なのでよくわかる。妖精では反紋が不明確なものも多いが、なんとなく明るい反紋が両側に並ぶ様子は独特で区別がつく例が多い。 生殖器の構造に関しても独特の点が多く類似するものはない。ありがとうございます。